10月24日岐阜県営陸上競技場に天皇皇后両陛下をお迎えして第20回国民体育大会の開会式が行われました。華やかな入場行進の中には東洋の魔女の姿も見えます。開催地の岐阜選手団をしんがりに全国から1万5000の和光度が集結。乗鞍岳山頂で採火された大会の火は最終ランナー古田君の手で聖火台に点火。こうして24日から6日間にわたる熱戦が開始されました。バレーボール会場の高山市に乗り込む東洋の魔女たち。一度は引退したものの長年やってきたバレーボールは忘れられず、富士クラブを結成、東京代表としてやってきたのです。翌25日は練習日。しかし地元の人たちはオリンピックのゴールドメダリストを一目でも見ようと体育館に集まり、大変な盛況。やはり魔女たちの見物の回転レシーブが出るたびに館内がどよめきます。試合ともなれば市営コートは魔女たちが人気を一手に引き受け超満員。ボールから遠ざかっていたとはいえ相変わらずの鋭い攻撃で試合は一方的。福井の清和クラブをストレートに破り、ゴールドメダリストの威力未だ地に落ちずと会場を沸かせました。